こんにちは、大府市長の岡村秀人です。日が落ちるのが早い時期になりました。自動車のドライバーは安全確認を徹底し、早めのライト点灯を心がけましょう。歩行者や自転車利用者が交通事故に遭わないようにするためには、ドライバーに対して自分の存在を示すことが大切です。自分から自動車のライトが見えても、ドライバーから皆さんが見えているとは限りません。外出する際は明るい色の衣服を着用したり、靴やカバンに反射材などをつけたりするなど、安全行動に努め、交通事故のない大府市を目指しましょう。